明日一日、私に付き合ってもらえない？他に予定があるなら、別にいいんだけど。じゃあ、明日ね。おやすみなさい。おはよう。さあ、行きましょう。そういえば、伝説の木でデートをすれば幸せになるという伝説を聞いたわ。まさか。でもそういうフォークロアがなぜ発生したかを調べてみたい気はするわ。ええ。特に変わったところがない普通の木じゃない。近づいてみてもただの大きな木だわ。こんなもので幸せになれるのなら誰も苦労しないわね。さあ行きましょう。あら、あなたそんなに私と一生幸せになりたいの？冗談よ。まあいいわ。もう少しここにいてみましょう。あれ？起きたの？のんきね。こんなところで眠ってしまうなんて。ええ、ちょっと日記よ。まあ誰にでも隠れた意外な一面はあるものよ。さあ伝説については気が済んだ。せいぜいご利益に期待しなさい。他のところに行ってみましょう。あら、人が落ちていくわ。つまらない。やってみれば？見ているわよ。私？遠慮させてもらうわ。私はスリルにも興味がないし、遊びで事故死することにも興味ないもの。生きてる？地面に直撃していたみたいだけど、なかなか頑丈にできてるのね。さすがと褒めておくわ。どこか痛むの？
そう、運がなかったわね。そんな大声が出れば平気よ。勝てるでしょ。じゃあ帰りましょう。そうね。さっきの冗談？ひょっとして。いや、とんだ目ととんだをかけた冗談なの？よかったわ。あれがあなたの冗談のセンスだったら手打ちにするところよ。だらしないわね。ほら、肩を貸すわ。気にすることないわ。所詮伝説よ。いいの？もう少しこうしていて。今日は楽しかったわ。ねえ、あの伝説、私は信じてもいいって思ったわよ。おやすみ。